こんにちは、ドラマーの西川です。今回は山の色彩を解説していきます。インサビです。6連の速いタム回しからスタートします。打ち込み系で32分のハイハットワークが出てきますが、こちらはダブルストロークで処理します。6連フレーズ、構造はシンプルですがなかなか速いので、リラックスして演奏することを心がけましょう。 A メロの基本フレーズ、こちら後で解説します。この曲、基本的にバウンス、跳ねてる曲なので、ちっちゃいツを入れるイメージで軽快にプレイします。A メロ8小節目のフレーズ、こちら後で解説します。2バースプレイというのは、手前の2小節をまとめて演奏するという意味です。なので、手前の2小節をまとめて2回繰り返します。サビです。基本フレーズ、こちら後で解説します。サビは比較的一定のリズムが続きます。この時も羽の意識を忘れないようにしてください。それでは解説に移ります。まずは一つ目の A メロの基本のリズムです。ゆっくりからプレイしていきます。ダブルストロークで埋める16分の部分が跳ねています。ここは3連符、厳密には6連の中身なんですけど、この3つ音がある音符の真ん中を抜いた位置に音を当てはめていくイメージです。なのでなかなかコントロールは難しいですね。続けて2つ目のフレーズです。曲を通して跳ねているので、1拍目のリズムはタタタタッタといったイメージになります。イーブン、跳ねてないリズムとの切り替えではないので、その点は注意してください。まあ速くなってきたらほとんど違いがわからないですけどね。最後に3つ目のフレーズです。まずはゆっくりからプレイします。こちらも全体的に跳ねてる意識を持ってプレイしましょう。これで解説を終わります。ぜひチャレンジしてみてください。君ならできる！ファイヤー！